それじゃあ私一度自分の部屋に戻っ、あ、奏で、今ふらつかなかった？まさか立ちくらみ？うん、自分の髪を踏んだだけ。床に直接座るとたまにやるの。おお、奏の髪長いし結んでないもんね。確かに、結ぶか切るかしちゃえばいいのに。めんどくさい。うん、言うと思った。